プロテウスはアメリカ海軍の旧誕艦。プロテウス級旧誕艦の一番艦。プロテウスはバージニア州ニューポートニューズのニューポートニューズ造船所で1911年10月31日に寄港し、1912年9月14日に浸水した。戦争の脅威が差し迫る1913年7月9日に、 ロバート・ジェイ・イーストン艦長の指揮下収役した。偽装及び成長後、プロテウスは1913年11月11日にバージニア州ノーフォークを出港し、ベラクルスへの巡航を行う。これは4度の巡航の最初で、メキシコ水域に派遣された大西洋艦隊の戦艦及び巡洋艦に燃料を補給する任務のためであった。 1914年12月17日、プロテウスは、乗客、燃料及び物資を搭載して、ハンプトンローズを出港、フィリピンに向かった。プロテウスは、同年8月4日に、燃料補給任務を完了した。1914年9月25日に、ノーフォークを出港し、プロテウスは、石炭、石油、兵員及び物資を、 リオデジャネイロ、モンテビデオの大西洋艦隊に運んだ。海軍海外輸送部に配属されると、続く数年間を、ノーフォーク、ボストン、ニューヨーク間での活動に費やした。プロテウスは1918年7月14日に、ニューヨークを出港し、イギリス諸島へ向かい、9月19日に、ハンプトンローズへ帰還した。1918年のクリスマスイブに、 フランスのブレストに向けて出港し、続く6ヶ月間、ウェールズのカーディフ、バリーからブレストに向けて、石炭を運搬した。プロテウスは1919 19年8月6日に、ノーフォークへ帰還し、続く3年間の大半をノーフォークを拠点として、カリブ海の艦隊に対する補給任務で費やした。第一次世界大戦の余波で、プロテウスは、 カリブ海のアメリカ艦隊へ補給を行うため、ノーフォークから巡航した。パナマ運河を4度通過して、燃料と物資を運搬で1920年には、シンジュアニエ、1921年には、ペルーのカヤオへ行った。プロテウスのカリブ海への最後の補給任務は1923年4月12日に、ハンプトンローズで終了した。その後は、ノーフォークとロードアイランド州。 メルビル間での任務で残りの経歴を費やした。プロテウスは1924年3月25日にノーフォークで退役し、1940年12月5日に除籍された。プロテウスは1941年3月8日にオンタリオ州オタワのサゲネーターミナルズ株式会社に売却された。プロテウスは1941年11月23日、 以降に行方不明となった。ドイツの U ボートがプロテウスと遭遇したという記録はない。プロテウスの乗組員が刻まれた記念碑が A 連邦戦死者墓地委員会によってハリファックスに建立されている。興味深いことにプロテウスの3隻の姉妹艦のうちサイクロプスとネレウスの2隻は第1次世界大戦を呼び、 第二次世界大戦中にプロテウスと同様の任務中、バミューダトライアングルにおいて行方不明となっている。もう一隻の姉妹艦ジュピターは、改装を受け、アメリカ海軍初の航空母艦のラングレーとして、収益した。ありがとうございます。